水県住みます芸人嫁恐竜です。ホラガイベイビー、いや意味わからんからはい、ということでですね、はい、本日はツルツル入ってくる絶品うどんということで、やっぱ宮崎のうどんといえばね、はい、釜揚げうどんじゃないですか。そうですね、今回はですねこちら元祖釜揚げうどん重野井さんにお邪魔しようと思っております。楽しみですね、はい、早速行ってきます。今回嫁恐竜の2人が訪れたのは宮崎駅から車でおよそ10分のところにある釜揚げうどん重野井です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします、はい、いやもうメニューもシンプル。そうですね、釜揚げうどん大東釜揚げうどん並木ということですね。そうです、もうそれは58年変わりますね。58年なんです。そうです、この一品だけです。わー、58年間この一品だけでやられてる。すごい歴史もあるんですね。店内もすごい落ち着いた雰囲気で、あ、本当にいいですね。でさっき周り見たんですけども、写真がいっぱい飾られてて、こちらのお店に来た方ってことですか。そうです。え、実は飾りきれなくてまだ保管してるのもあるんですけど、こちらのお店はあの席数はどのぐらいあるんですか。43ぐらいかな。43ぐらい、ね、あ、時間帯も今3時ぐらいですけど、お客さんがずっと入れ替わってすごいですね。途中に休憩がないので、はい、今はちょっと旅行シーズンなので、県外のお客さんもかなり来られるんです。手作り粉の状態から作られて一晩寝かしてまた次の日に、すごい手間がかかった麺なんですね。うちは大盛りか並盛りしかありませんので、どちらにしましょうか。量が違うだけです。じゃあ僕並いただくんで、お前大盛り。あ、いいですか、大盛りいただいて。はい、波と大盛りをお願いします、はい、これも注文が入ってから麺を茹でるってことですね。だから15分かかる。15分。うわー、楽しみだな。でこう目の前で見れるのもいいですよね。確かにカウンターの良さですよね。一晩寝かせた麺ですね、手打ちの生麺入ります。ありがとうございます。これも特製の、これがね、うちのね、こちらのお出汁なんです。お出汁、入りました。出汁を飲んでいただくうどんなので、はい、全くテーブルの上には味変える一味も何もありません。本当何を入れてもダメです。調味料が何もない。じゃあ一味とか使わずに、これを楽しんでくださいと。うわー。はい、どうぞ。うわー。大盛り。大盛り、ありがとうございます。すごいボリュームですね。いただきまーす。うまい。柔らかさもあって粘り気もあるし、うん、なんか本当にツルツル入ってきますね。そうですね、麺がやばいんですけど、ちょっと腰もちゃんとあって、あ、うん、もちもち感もありますし、それが機械じゃないみたいな。そういうことか、やっぱり人間の足で踏んだものは、はい、柔らかいなっていう中にはちゃんとした芯が。いや、ほんとそう。15分湯がいたと思えないですよ。やっぱり麺が美味しい。そしてこのつゆ、はい、に絡まる、うん、つゆと揚げ玉だけですもんね。これ入るとやっぱ揚げ玉が麺にこう絡んで、何時に来ても食べれますね、このうどんは。代々嫁がついていて、私の代嫁で、今息子の嫁さんが修行中。なるほど、女性がついていくうどんですね。だから味覚がね、うどんは代々息子が言うけど、はい、嫁さんがついてる。なるほど、面白い。だから、で男の方はうどんを麺をつく、女性はこのおつゆ。それがそうなってないと、どっちも生かせない。いや、夫婦みたいなうどんだなと思ってたんですよ、僕。一口食べた時から。食べ終わったら、はい、残ったおつゆをこっち入れて、お出汁を入れてください。これ全部入れていいんですか。洗い物が楽になるとか、そういう違うですか。入りました。お吸い物に変わります。え、はい、飲んでみてください。最後にね、残ったおつゆね、あのこの中におつゆを全部入れて飲むのが流儀なんです。なるほど、いただきます、はい、飲んでみてください。これがうちの出汁なんです。優しさの塊。ワハリンの残りの半分の部分の優しさ、ここにあったの。全部ここにあった。めちゃくちゃ優しい、本当に。出汁の味も本当にしっかりかかりますし、これが出汁なんです。
で、ただこうして飲んだ時、本当に全部私なんだっていうのが分かる。それがうちのうどん。もうちょっと食べたかったなっていう残りの満足感がここで全部得られる。お吸い物に。こちらの時にそのこのお吸い物合わせて、なんか本当一人前っていうか、ちょうどいい腹具合の。なるほど。夫婦、うん、このうどんが夫婦なんだなっていうのを知った時に、小さな花が心に咲きました。つるつる入ってくる絶品うどん、宮崎県はこちら重野井さんの釜揚げうどんをご紹介いたしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。これからも美味しい釜揚げうどん作ってください。はい、ありがとうございます。